ムーンライト号。ムーンライト号は、かつて、京都府京都市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市と福岡県北九州市、福岡市を結んだ高速バス路線である。西日本鉄道と阪急観光バスによって共同運行されていた。2017年3月31日をもって運行休止された。本校では、ムーンライト号の派生系統であった。 地区号及び期間限定で運行されていた福岡、北九州、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン線についても記す。1983年3月24日の中国自動車道前通により、近畿と九州が高速道路で直結されたのを機に、同日から運行を開始した夜行高速バス路線である。ムーンライトの愛称は当時の阪急バス社長の命名と言われている。 1980年に国鉄産業本線経由の座席急行列車が廃止されたことや飛行機の空白時間を埋める時間帯で大阪福岡間を直結することで開業時から人気を集めこの路線の成功が他の路線バス事業者がこぞって夜行高速バスに参入するきっかけとなったこともあり加えて現在の夜行高速バスで主流形態となっている 奇襲展示業者による共同運行、運賃収入を一旦プールし、走行距離に応じて業者に配分する、プール生産性の採用、二人掛け四列の概念を打ち破った、一人掛け独立三列シートの導入を、いずれも初めて行った路線でも、あことから、日本の夜行高速バスの歴史の中でも、エポックメイキングとなった路線の一つと言える。全席座席指定制のため、 乗車には事前の予約が必要だった。太じは停車停留所、関西地区内及び福岡地区内のみの相互利用は共に不可。この当時は大阪と福岡県内間を以下の4系統において運行されていた。かつては深夜近くに出発し、北九州地区を通過する便も運行され、大阪福岡間は尿復体制となっていたほか、大阪市と地区方、黒崎、直方、 飯塚、後島寺を結ぶ便や、大阪と久留米、大牟田、荒尾を結ぶ、区五号もあった。また、関西と福岡県を結ぶ路線として、他に、京都、平方北九州、福岡間に、京都号、奈良、天理北九州、福岡間に、大和号、神戸、姫路北九州、福岡間に、山笠号が運行されていた。 1990年代から乗客の減少により順次、これらの路線の廃止、統合を進め、末期は西鉄が運行する関西と福岡を結ぶ、路線は京都、大阪、北九州、福岡間一往復のみとなっていた。1983年の運行開始当初から三菱不走車、車体は西日本車体工業、西港、 PJ- マイナス車以降は三菱不走バス製造が使われてきたが2007年には阪急観光バスが日野自動車製ニューセレガを導入しニューセレガは直結クーラー仕様となっているため他社市より車高が高くスーパーハイデッカーでは屋根高さの関係で阪急3番街バスターミナルに入線できないことからハイデッカー車となったかつては両車共通の塗装 いわゆる、ムーンライトカラー。写真参照が採用されており、共同運行による一体感を持たせていた。初代の車両は、ハイデッカー四列シートで、わずか3年後の1986年には、代替された。初代車両は、西鉄では、しばらくの間予備車として残留し、他客時の続行便などに使用された。阪急バスでは、単語海陸交通に譲渡され、京都橋人の、 快速バスに使用された。走行距離の長さも、去ることながら、中国自動車道での融雪剤散布の影響で、車体の劣化が著しく進んだのも大体が早か、理由である。二代目車両も三年後には、新車が登場して、予備車となった。築五号とは、大阪府大阪市と福岡県直方市、飯塚市、久留米市、八女市、大牟田市、熊本県荒尾市を結んだ。 夜行高速バスである。夜行高速バス全盛期に、ムーンダイト号の久留米、大牟田地区からの予約申し込みが多いことを受け、荒尾、大牟田、久留米大阪の系統で運行を開始したものであった。大阪荒尾間の所要時間は11時間零五分であった。九州地区での停車地は、福岡地区を酒大牟田、久留米地区と地区法地区をターゲットとしたため、運行時間帯に、 多少の差が生じていた。1999年1月31日の出発便をもって廃止された。廃止時点の運行経路を示す。太地は停車停留所。関西地区内及び地区方、地区後地区内のみの相互利用は共に不可。大阪梅田、阪急三番街高速バスターミナルから、国道423号新緑筋から新大阪。 阪急高速バスターミナル、千里ニュータウン、桃山台駅千里中央、大阪府道2号大阪中央環状線中国、池田 IC、中国自動車道宝塚 IC、西宮ラジオ、西宮北 IC、山陽自動車道、中国自動車道、関門橋、九州自動車道から、八幡 IC 直方バスセンター、伊塚カバスセンター、八木山バイパス、 国201号福岡 IC、九州自動車道久留米 IC、西鉄久留米、バスセンター久留米 IC、やめ IC、南韓 IC、国道208号大牟田駅前に私鉄大牟田、営業所に施鉄荒尾営業所。地区5号には廃止時点で、両社とも、三菱不走エアロクイーンに施行、ネオロイヤル SDE が使用され、形式はいずれも KCMS822P で、あった。 東京都を廃止後、阪急車両は主に大阪・鹿児島線、薩摩号で使用され、西鉄車両は、福岡・鹿児島線、桜島号や行便や、福岡・宮崎線、フェニックス号や行便等で使用されていたが、経年により現在は両社とも廃車となっている。大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパンと北九州市、福岡市を結ぶ路線で、2014年7月18日に、 運行を開始した。西鉄の単独運行で、全区間の所要時間は USJ 駅が9時間25分、福岡駅が11時間37分、ムーンライト号が2014年12月18日から、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに停車するのに伴い、本バスは2014年12月16日で、運行終了。本来は12月17日で、 運行終了の予定だったが、同日は、天候不順で当日の夜行高速バスの便がほぼ、すべて運休になり、実質的には12月16日出発便をもって、運行終了となった。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・小倉駅前すなず、黒崎インター、引きの口、博多バスターミナル西鉄天神バスセンター。三菱不走、エアロエースを使用する。外装は、 火の鳥カラーと呼ばれる中、長距離中高車の塗装をベースに星模様を入れている。座席は前後間隔の広い四列シート。廃止後は予備車として、繁乗期にはどンタク号などの続行用として使用されたが、2015年7月からは、子会社の西鉄バス北九州に移籍し、主に北九州湯布院線、亀のイバスと共同運行、2015年7月18日 同年12月27日までの期間限定にて使用された後、道路線運行終了後は再び西鉄本体に戻り星模様が消され1台は博多英所所属において島原号として使用された後、2台ともに福岡高速営業所所属において主に豊の国号に使用されていたが、現在は系列の西鉄高速バスに移管し、桜島号、 中高便において使用されている。航空便や山陽新幹線のほかに、大阪市、京都市、神戸市と北九州市、福岡市を結ぶツアーバスから移行した、新高速乗り合いバス、オリオンバス、ウィラーエクスプレス、ロイヤルエクスプレス、ユタカライナーや、大阪南港、泉大津、六甲アイランドと北九州市の新文字港を結ぶ、フェリー、名門太陽フェリー、 阪急フェリーが存在する。かつては、西日本 JR バス、南海電気鉄道、当時、九州旅客鉄道、当時、昭和自動車が、大阪市、堺市と福岡市、前原市、現、糸島市を結ぶ、夜行高速バス、サザンクロス、博多号、西日本 JR バス JR 九州バスが、大阪市、神戸市と福岡市を結ぶ、中高高速バス、 西洋道昼、特急博多号をそれぞれ運行していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。